秘宝、ネオアキラさん、行方不明になる。4月5日を最後に2週間登板なし、6試合、5回3分の1、防御率 5.06、奪三振率 10.12、与四球率 10.12。与四球率やばくね、なんか球速もめちゃくちゃ落ちてる。コントロールめちゃくちゃになってたな。こいつ X 説出てるからしばらく投げんぞ。立浪ショートコンバートしろ、ネオ世代やばすぎ。最速141キロて、故障？この試合見てたけどフォームがバラバラやった。多分強制できんレベルにフォーム見失ってた。中日にぐちゃぐちゃにされたな。結局リリーフなの？先発やらせんの？過剰に持ち上げられた末にこれはほんまにかわいそう。内野の練習しとるんやろ。野手やってた方が良かったんかな。シーズン中にいきなりコンバートして野手投げのまんま登板させてたらそりゃ壊れるわ。2軍でこれ？そうやぞ、しかもブルペンですら暴投してる目撃情報あり。目撃情報というか普通に YouTube に上がってるし。ショートネオ見たかったなぁ。